こんにちは。ジャーマンアイリス、エメロカリス通信販売、花咲かじネット店主の清水です。今日は2023年5月5日ですね。はい、今、上越新幹線が走っていきました。はい、5月5日というと子供の日ですね。はい、今日もここ高崎ジャーマンアイリス店からジャーマンアイリスの開花状況をお伝えします。はい、現在今、午後の6時ですね。もう、通常の明るさではないので、うまく色が出ないかもしれませんが、なかなかジャーマンアイリスの咲いている時期に撮影しないと、なかなか配信できないということで、とりあえず撮影したいと思います。はい。先日の動画の配信でですね、今年は、去年の夏の枯れ草に覆われていて、株がよく育っていないということでですね、花数が少ないというような状況をお伝えしましたが、先日よりは少し増えたっていう感じでですね、現在、全体のですね、一分咲きといった感じですね。だけどそれ以上は今後、増えるかどうかというと、花の茎がですね、あまり上がっていないのでですね、このまま少ないまま終わるような感じだと思います。はい、それでは今日咲いている花を紹介します。はい、毎年だいたい同じような配置になっていますので、前年と比べてこれだけ花が少なくなったなというのが、咲いていないというのが分かってもらえると思います。はい、こちら、上が薄い紫ですね。下が紫の花ですね。はい。ヒゲの先がですね、スプーンになってたり、ホーンになったりしています。はい、こちらでも咲いていますね。はい。まあ、こちらも入り口付近ですが、はい、こちらの方がいいですかね。はい、上が白、下が紫ですね。ヒゲがオレンジ。で、こちらもヒゲの先がですね、スプーンの形状になって突起物がありますね。はい、で、こちらがですね、インディアンチーフですね。昔からある品種です。で、こちらですね、濃いちょっと紫ですね。実際はもうちょっと明るめなんですが、今夕方なのでかなり黒っぽく見えると思いますが、はい、こちらがですね、なかなかフリルが豪華な感じで、花も大きめで、なかなかいいですね。落ち着いた感じです。はい、こちらですね。ウィナーズサークルという花があるのですが、あちらの方に今咲いてました。はい、それと全く同じ配色の花です。濃い紫にですね、この花弁の中央が白の縞になってて、それが際立つ感じですね。この濃淡ですね。濃い色に白ということで、中央が目立つような感じです。はい。こちらちょっと品種名がわからなくなってしまいました。はい。で、こちらが結構遠くから見ても目立つようなカナリアイエローの色合いですね。の花ですね。こちらにも咲いています。はい。で、今日から咲き出したですね、白と紫の霜降りのバティックですね。こちらあまり草丈も高くないし、花もそんな大きくないですね。はい、霜降り系ですね。バティックですね。はい、ちょっとこれ植え替えてもうちょっと増やしたいところですね。はい、今日から咲き出したスーナーセレナーゼですね。ワイン色の花になります。上がワイン色、下が黒紫といった感じですね。はい、こちらは強権品種です。はい、こちらインタウンですね。こちらも上弁が白で、下弁が黒紫で、濃淡がはっきりしたようなものですね。ヒゲの方がオレンジですね。はい、こちら白のですね、昔からある白の花の茎が結構高いところで咲く
ホワイトクラウドですね。純白の花になります。はい。これから咲こうとしている感じで、これが最初の花になりますね。で、今年はですね、やっぱり花の茎が日に当たってなかったので、あまり出ていませんね。全体的にですね、草丈が低い感じですね。やっぱり、雑草とかに覆われてですね、日が当たらないと、特に株元ですね。葉の上部の部分が当たっててもあまり意味がないんですね。やっぱり株元まで光が当たっているような状態でないとなかなか株も育たないし、春の急速な成長もないような感じですね。今までですね、ここの今敷いてあるですね、この枯れ草ですね。よく毛糸の服によくくっつくようなひっつく虫の種が出るような雑草、高くなる雑草ですね。それの枯れ草がこの一面に覆っていたのでですね、この草丈も育たない感じですね。こちらのデコルタージュなど低めのジャーマンアイリスですね。葉っぱが低いジャーマンアイリスの方はですね、やっぱり草に覆われていたせいか、開花率が非常に悪くなりましたね。このデコルタージュも今回この花の茎が一つしか出ていません。したがってですね、ジャーマンアイリスもですね、株元までですね、日が十分に当たった状態ではないと成長が良くないということで、去年の夏も草に覆われて株が育たなかったのですが、特にですね、今年の春の急成長でもですね、日が当たらなかったということで、それで開花率が悪くなっているという感じです。はい、こちらがですね、ダスキーダンサーですね。黒紫の花ですね。上弁、下弁、髭もですね、濃い黒紫といった感じですね。はい、こちらですね。通販の方でですね、薄い水色の花という名前で出ていますね。こちらの方がですね、咲く前はですね、ちょっと青っぽいということでですね、先日問い合わせがあったのですが、ちょっと色が青いんじゃないかということだったんですけども、咲いてみるとですね、このような感じで薄い水色ですね、淡い水色といった感じの、はい、こんな感じになります。はい、こちらが、インディアンチーフと同じぐらいの時代にできた花ですね。配色はちょっとこちらは薄紫に花弁が紫といった感じで、はい、昔の完全なノペッとしたような花型です。はい、こちらの方もですね、インディアンチーフ同様ですね、株がどん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 増えてですね、花をいっぱい咲かせるのです、ですね、花をいっぱい咲かせたいという方には重宝するような花です。はい、こちらもですね、肌色のピンクといった感じの花で、ヒゲの方が赤ですね。はい、こんな感じですね。濃い赤っぽいような花ですね。ちょっと暗くなってきたので、ピントが合いづらくなってきました。はい、今日咲き出した花で、サーカスストライプスですね。はい、紫と白の島の花になりますね。こちら完全に咲き切ってはいないですが、こんな咲くとこんな感じですかね。この島模様がなかなかいい感じです。こちらは花の茎も細くてですね、ちょっと花の重みで垂れるような感じもあります。はい、こちら薄紫の花ですね。はい、だいぶ豪華な感じの大輪に咲きます。はい、こちら赤系の花ですね。赤系でですね、髭が濃いオレンジといった感じです。はい、だいぶちょっと暗めに映っていると思います。はい、こちらが鬼滅の刃の煉獄さんを思わせるような、燃えているような情熱的な花ですね。はい、こちら品種名がわからなくなってしまいましたが、なかなか
上がからし色、下が、縁が、ちょっと茶色っぽいような。で、中央、花弁の中央がですね、黄色と白といった感じの、はい、感じですね。はい。こちらですね。こちらにも咲いているのですが、はい、こちらにも咲いています。こちら、先日ちょっと名前がわかりませんと言ったのですが、ちょっと名札を間違えていましたね。ファッショナブルルックという名前ですね。とても、艶やかな花ですね。上が黄色、下が赤紫。で、縁がちょっと白っぽくて、フリルが豪華な感じです。ファッショナブルルックでしたね。はい。名前の通りの花です。はい、こちら未生の花だと思います。淡いオレンジの花ですね。ヒゲはオレンジです。なかなか可愛らしいような、こじんまりとした感じの花です。ちょっともうちょっと明るめの花ですかね。今、もう6時を過ぎているので、本来の色が映っていません。で、こちらが今日咲き出した、黄色の大輪ですね。こちらも明るめの黄色ですね。ちょっとこの花の形がですね、こう山形というか、山形というような感じで名前を入れていますね。名前がちょっとわからなくなったのでですが、こちら、ちょっと三角っぽいような形の花を咲かせますね。横から見てちょっと三角っぽい感じですね。花は大輪です。はい、先ほどの薄いオレンジの花に似ているのですが、こちらの方が花の茎が高いところで咲きますね。先ほどはちょっと低めなんですが、ちょっと品種は違うようです。はい、それでこちらですね。ちょっと名前が調べないとわかんないのですが、クリスタルギャザーとか、そんなような感じの色合いが似てますね。なんとかプリンセスという名前かもしれませんが、ベルギアンプリンセスなんていうのがありましたけど、もしかしてそれかもしれませんね。上が薄紫で下が白系ですね。で、フリルが豪華ですね。上面の方がですね、いろいろ紫が濃淡で混ざってるような感じです。こちら何箇所か咲いているような感じです。はい、こちらも同じ花ですね。はい、こちらの方が、上面の方がですね、紫の色がいろいろ出てるような感じがわかると思います。はい、こちら明るいピンクの優しい花ですね。ちょっと名前が管理できていないのですが、商品一覧の方には載ってるかもしれないですね。とても優しい感じのピンクの花です。明るめのピンクですね。はい、こちらがレディースファッションですね。紫系の花ですね。で、ワナシーという花が咲き出しているのですが、こちらですね、上が白、下がサーモンピンクですね。ちょっと花のコンディションが今悪いような感じですね。後日、もうちょっとよく咲いていたら撮影したいと思います。はい。ちょっと6時を18分ですね。6時18分なので、ちょっと厳しい感じですね。色がなかなか出にくいですね。上が薄紫、下が白ですね。ウェントリースカイですね。上面がフリルが豪華な感じです。薄紫といった感じですね。で、同時に3つ花が咲いている、これがレベルですね。こちらの方もですね、なかなかダイナミックな感じで、上弁が白ですね。だけどちょっと、これではわからないと思うんですが、縁がちょっと黄色が入っていますね。で、花弁も白の花に、薄い紫が縁が入っているという感じです。ヒゲはオレンジですね。
レベルですね。で、こちらちょっと濁ったような茶色。上弁が濁った薄い茶色に、下弁が紫のプリカータですね。はい。こちら未生の花ですね。はい。こちらがブラタントですね。ブラタントは早咲きですね。毎年一番初めに咲くような花なので、あと、つぼみが2つぐらいしかないですかね。3つあるような感じで。はい。もう花が終わろうとしています。はい、こちらの方はですね、やっぱり草が覆われていたせいか、いつもより花の茎が上がっていませんね。はい、こちら赤系の花になります。先ほどの赤系の花よりもちょっと花が大きいでしょうか。同じ品種かは不明ですが、こちらはですね、通販のお客様からですね、送られてきた花でですね、ちょっと変な感じで咲いた花をちょっと育ててみませんかということで、栽培してみたら、このような赤い花でしたね。まあその咲いた時がですね、先祖返りという感じで、先祖返りで変な風に花が咲いたんですが、ということだったのですが、その時だけですね、ちょっと遺伝子の関係でうまく咲かなかったという感じでしょうかね。本来はこのような赤系の花のようです。はい、こちらの開園した時にですね、これがいいという方がいまして、購入された方がいましたね。はい。今日の昼にですね、この花がたくさん咲いているのでですね、この辺で食事をとりました。花見をしながら食事をとった感じです。はい。久しぶりに咲いてくれたハートオブグラスですね。こちら、株が少なくなってしまったのでですね、これから増やしたいところです。やっぱりこの花はですね、可憐な感じで、控えめな感じでいい感じですね。ピンクでも繊細な感じがします。ハートオブグラスですね。はい、こちら黄色系の花が隣で咲いています。はい、こちら未生の花でですね、ちょっと薄い茶色の花ですね。はい、こちらの方とですね、同系の種からできた感じで、遺伝子の関係でこう色が変わったという感じで、こちらもですね、ちょっと花は小さいのですが、似たような感じで、ちょっと変わった色合いの花が咲いています。はい。だいぶですね、草も取れた感じでですね、まあ、今回はですね、開園しないということでですね、このように雑草対策としてですね、取り除いた草はですね、去年の夏草ですね、夏の枯れ草ですね、このようにマルチングといって雑草が生えないように